新言宗地残派は、日本における仏教の宗派の一つ。工房大主空海を始祖とし、新言宗中高の祖、公共大主格版を開祖とする、新義新言宗と呼ばれる宗派の中の一つ。天正5年に、根ゴさんの農家職となった玄介が、天正13年、秀吉による奇襲性罰で焼き滅ぼされた根ゴさん地職員を、慶長6年、 徳川家康の許可を受け事業を排除し復興させたことを端緒に創建されることとなった宗派である。新言宗地山派宗文義教門新言宗地山派の歴史は根頃寺の達中地尺院の改装に始まる。地尺院はもともと根頃寺の達中であった。根頃寺の前身である大伝坊院は、里芝が大治5年に高野山に創建した寺院だが、 競技場の対立から里芝は高野山を去り、放園六年、大殿法院を根頃山に移して、新義新言衆を打ち立てた。知社院は、南北朝時代にこの大殿法院の立中として、正則傍聴政が、学問所として建立したものである。天正十三年、根頃寺は、豊臣秀吉によって、全山炎上するが、知社院の住職であった玄介は、 弟子たちを引き連れて寺を脱出して、高野山に逃れた。その後、玄介は、新義新言宗の宝刀を守るため、痴釈院の最高運動を行った結果、関ヶ原の戦いで、徳川家康が勝利した、翌年の慶長6年、家康により、京都東山の宝国神社の付属寺院を与えられ、痴釈院は最高した。さらに、三代目住職費誉れの代、 現長年に豊臣氏が滅びると、隣接地にあった豊臣家ゆかりの禅寺、昭雲寺の寺地をも与えられて、さらに規模を拡大し、産後を五百物産、復興後の地釈院の事業を根ゴ路寺とした。明治時代に入ると、明治政府の宗教政策により、他の新言収集派と1879年に合同する。しかし、1900年9月、 地尺院を本山とする新儀新言州地山派として、独立する。1941年3月、古議新言州、新儀新言州系の宗派が、政府の政策によって合動し、大新言州が成立する。が、戦後独立し、新言州地山派として、現在に至る。玄介幸信の誉れ元言武貴高市長有定文 アキラ・ノブモリ・ユーバン・セン・カイ・カクガン、ギヤマ・カイゾン・サトシ・キョウスケ・ハン・ワン・キヨ・リューテン、カイタダシ・カクエン、キヨシク・トーク・ドウジ・オーバン・ケイ・ハラ・ツー・ジ・ジュン・ジョー・コウ、ヒデノリ・ケン・ジュン・カン・ゴウ・ヒロ・モト・スケ・カイ・カイ・オー、リューユ・ゼン・タクサキ、ススム・ハン・メグミ・シン・カイ・ライ・ジョー・リュー・ヒサシ・タン・タン・ドウ・ヒロ 武藤則秀滝、上天青木栄豊朝日淳栄斎藤隆史、玄高江寛海御嶽高道倉持周保松平、地助秋山幸政那須正隆竹村京地不要、両順上野来英小峰順保まで、藤井流心、高井隆秀近藤隆隆宮坂優勝安部、竜文寺田信秀小峰一条、布石吉へ急別格本山。ありがとうございます。